はい、旅マスベースからお届けしております旅マスでございます。久々の釣り動画になりますかね。はい、今日はですね7月の23日2024年ですね。まあ梅雨明けして日々気温がですね非常に高くなっております。ただまあ水も多くね、入ってきておりまして、まあ、非常に魚も散らばってる感じでございます。はい、今日はちょっと釣りやりたいと思います。はい、今日やるのはですね、もう早速いきましょう。はい、こちらです。はい、ウルキまたかというね、声も聞こえてくるかもしれない。はい、ウルキやります。最近買ってきたんで、はい、オレンジ、はい、こちらをやっていきたいと思います。じゃあなんでこのタイミングでウルキなのかというとですね、まあどうでしょう、タミマスの動画でを見てる方ね、からするとやっぱ冬のボトムのイメージがやっぱ強いんじゃないでしょうか。旅マスの動画を見てる方ね、はい、まあ、本来は違うんだよ、はい、はい、本来は違うんです。はい、だけど旅マスの動画を見てる方はああウルキね、冬のボトムねっていう感じになると思うんですよ。はい、そんなことないよっていう動画にしたいと思います。はい、とはいえまあ旅マスチャンネルですからね、で旅マスベースです。はい、何をするか、はい、放置でございます。はい、今日はですね夏でも放置最強、はいっていう動画をね作っていきたいと思います。まあ準備するもの、まず、タックルとウルキですね。はい、色はもう何でもいいです。はい、何でもいいです。はい、そしてこの椅子です。椅子ね、あの旅マスベースであのお貸ししてるんですけどね、皆さんに。はい、この椅子を持ってきてください。はい、椅子が重要です。はい、何せ放置ですから。放置を愛するタンツラーのことをですね、まあ、私は放置民って呼んでるんですけれども、まあその放置民第1号がこの私ですから、はい放置民の、うん、競争でございます、旅ます。はい、それではやっていきたいと思います。はい、じゃあこれ椅子ね、ちゃんと座ってください。あのもうホーチミンたるものやっぱり椅子に座ってなんぼですからね。はいはい、それではいきます。使い方は、まあ、冬のねホーチ最強ね、の動画をねぜひ見てください。ただ状況的に違うのがもう暖かくなってきて日が差してるんで、夏場はねタミマスベースもねステイン、ちょっとマッティ寄りのステインなんですよ。だから前回の動画みたいな見えません。なんで完全にラインで当たりを取る、もしくは、感度のいいロットを使ってください。はい、縦釣り用のロットとかがいいかもしれないですね。はい、僕が使っているのは、まあこれも以前動画で紹介しましたがアジングロットね。はい、で今ボトムまで沈めてます。映ってるかな、大丈夫だよね。はい、ボトムまで沈めました。はい、そしたらもう待つだけです。はい、そうするとまあ見えてるか分かんないですけどラインとあとこの手の感度ですね、で魚が教えてくれます来たら。はい、いや、 やっぱ釣りってこういうもんだよねやっぱこう椅子に座ってさ、まあのんびり魚を待つっていうね、やっぱまあ昔からね釣りっていうのはこういうもんですから、こうした状態でねやっぱ釣れるっていうのもねやっぱ非常に面白い。うん、最近は僕もですねいろんなルアーでこの放置っていうのをねやってみようということで、まあいろいろやりました。例えばアルミンの放置、X スティックの放置ね、あとなんだろうな、これは放置民の方々はねぜひね豆系とかフェザー系の放置はしないでください。飲まれる可能性のあるようなものは放置しちゃダメです。はい、なんであくまでフォルムの大きいものね、あとトルネードの放置っていうのもやってみました。はい、トルネードだけはダメでしたね。はい、
いつかね、なんか動画にできたらなと思ってますけど、まあぜひね、全国のホーチミンの方もね、試してみてください。ちょっとトンボはやばいな今日。とはいえ夏場ですから、ポイントとしては冬場はね、小さなアピールね、で良かったんですけど、夏場なんでまあリールを1回転ぐらいしてちょっとふわっと上げるようにね、してもらった方がいいかもしれない、でほら夏はもうトップなんですよ。正直言うとうちもね、やっぱトップが好調で、もういつもねトップで皆さん釣れてます。だそこをあえてねボトムの放置っていうねことをねやってるわけですけれども、これがまた意外にねいいんですよ。そう、冬のね、放置最強をね見返してたんですけど、結構理にかなってること言ってて、遠くから魚が来るみたいなことをね言ってるんですよ僕ね。でこれはこの夏場の放置にも結構ね有効で、冬場は遠くの横から来てるこうふわーっとね来る感じだったんですけど、夏場の場合は上から下っていう距離で近寄ってきます。だからこう潜るような魚が見えたら大抵当たります。そう、だからわざわざ自分から取りに行くっていうようなやる気のある子を見定めるにはこの放置はねめちゃくちゃいいです。で待ち時間をねやっぱね長めに取ってください。まあ、魚にもね気分っていうのがありますから。にしても釣れないね。いやこんないや本当ねメーカーさんには申し訳ないんですけど、本当にね面白いんだよこれそう、いやなんか本当ね魚とのんびりね駆け引きをしてる感じがすごく面白いんですよ。そうメーカーさん的にはねこう売る気って言ったらやっぱ様々な使い方ができるね、ルアーですから、ミノっぽくね、使ってみたり、巻きで使ってみたりはね、様々あるわけですよ。いやもう放置一択なんでね、ホーチミン的には。そうホーチミンの中で最強のルアーっていうのがやっぱこのウルキでしょうかね。はい、そろそろちょっと真剣にやろうか、真剣に放置しようか。はい、動画のアングル上に、ね、変なロッドの持ち方になっちゃってるんですけど、ちょっとご了承ください。竿を立てたいんだけどさ、はい、ナイス放置。これよ、これが楽しみ。ちょっとね、ネットインだけして、
よいしょ。はい、着きました。はい。ね。映ってかな。はい、ちょっと外してますね。はい、外れましたね。はい、綺麗なスチールヘッドでございます。はい。ちょっと健康状態をね、チェックさせてください。はい、はい、健康診断ですよ。まあ元気そうっすね。うん。はい。いかがだったでしょうか。一匹だけにしときましょう。はい、あんまやってもねあれなんで。まあこういうことですよ。釣れる釣れないじゃないんですよ。こういう風に釣りたいっていうところでね、やってもらうっていうね。メソッドでございます。まあでも本当に面白いです。特に賭けの釣り、クッと賭けるね釣りがお好きな方はこのねホーチミンはね非常にいいです。ホーチミンって当たり前のように言ってますけど、ただ放置するだけっていう人ね。はい。そうホーチミンにはね非常に向いてると思います。はい。なので僕なんかもそうなんですけど、かける釣りの方がね巻く釣りよりも好きなので、お前すごくね楽しいですよ。そうで、特にこのまあ今回ウルキー使いましたけど、このウルキーに関しては結構当たりも明確ですからね。グッとこう魚自体が持っていくような当たりになるんで、初心者の方でもね非常にやりやすいと思います。ただご注意いただきたいのは、ナイロンラインとあと柔らかいロット、これはねちょっと不向きかもしれない。放置にはそう当たりがとにかく重要なんで、一番分かりやすいのはこの手感なんですよ。でラインで当たりを見ることができる方ならどんなロットでもね全然いいんですけど、ちょっと苦手な人とかは、僕はねラインで見るの苦手な方なんで、もう手感に頼っちゃうんで、ちょっとね固めのロットとか使ってるんですけど、そうだから手感柔らかいロットナイロンラインっていうのはちょっと不向きかもしれないですね。まあせめてフロロ、ラインとかね、まあ僕は PE ライン使ってますけど、 PE ラインなんかもう最高にいいですね。はい、SL ラインでもいいでしょうね。はい、であとちょっと固めのロットね。はい、だからまあ冒頭言ったかな、縦釣りロット、縦釣りに使ってるようなロットがもし皆さんお持ちだったら、それをぜひ使ってみてもらうと非常にねエキサイティングな当たりをね、体感することができます。はい、まあ、今回はね、まあ、このカルテラスのウルキ、まあ、これがね一番まあ原点、ホーチミンの原点なんでご紹介しましたけど、これ普通のスプーンでもいいですし、ちょっとねなんていうのかな、ちょっとね一アレンジ加えるとねもっと楽しくなるんで、今後ちょっとねそういう動画もね、作りたいなと思います。余裕があればやろうと思います。はい、まあ、ぜひ放置ゲームをね、ぜひ皆さんも楽しんでみていただければと思います。はい、そんなところで終わりにしましょうか。はい、それじゃあ、終わりにしたいと思います。それでは。